はい、7分トーキングの竹雄です。今回のテーマはですね、最近の直近のですね、中国の、仮想通貨にまつわる現状というテーマでお話ししていきます。ここのところですね、いろいろなニュースが、流れていますが、少し前にですね、ビットコインがすごい上昇した時があったんですね。で、その時っていうのは、中国のですね、習近平主席が、要はですね、国として仮想通貨とかを、支援していくというかね、国の国策に取り入れていくというような発言をすることによって、あ、中国ガンガンやっていくんやっていうところでですね、仮想通貨の、値段が上がりました。ビットコインをはじめとした仮想通貨の価格がぐーんと上がった時がありました。はい。で、それとはですね、一転して今週はですね、だだだとビットコインの価格もですね、ビットコインの価格を、ひっきりに、下げておりますというような現状です。で、これなんですけど、中国の現状じゃって今どういうふうになってんのかっていうと、結構ですね、その仮想通貨の市場って中国の動きすごく大きな影響を与えます。これは別に今に始まったことではなくて、昔からなんですね。例えばそのビットコインのですね、マイニングとかっていうところで言っても、その大半を中国がデマイニングしてたとかっていうのとか、結局ビットコインのじゃあ保有数、どこの国が多いんですかって言った時に、中国とかロシアとかが多いっていう話があったりとか、こういうのってもう今までずっとありまして、結局中国という国はすごくですね、この仮想通貨ビットコインの市場とか相場に影響を与えます。で、今回もですね、すごくダイレクトに与えてるような印象を受けてます、実際。はい。で、実際どういう動きをしているのかっていうと、すごく平たく言うとですね、僕個人的に思うのは、もう中国はですね、その国が、政府が完全にそのこういったこの仮想通貨周りのことをもうコントロールしちゃうんじゃないかなと、したいんじゃ、したいのが前提で、しちゃうんじゃないかなっていうふうに感じてます。で、そういうね、実際に動きをとってるんですよね。で、どういった動きかっていうと、やっぱりですね、その仮想通貨で言えば取引所っていうことで、中国にある仮想通貨の取引所に対してですね、結構そのいろんな圧がかかってます。会社によってはですね、その会社のね、社員の方とか、役員の方が逮捕されたりとか、その ICO とか IO とかを禁止されたりとか、中国人向けの、その営業ですね。そういったものは、完全に規制するよと。例えば、その、バイナンスってね、大きな、取引所がありますけど、あそこって今本社マルタに移してるんですけどね。実際に運営メンバーは中国人だし、もともと、その中国の方でもやってたと。で、中国人の当然利用者もたくさんいると。で、マルタで勝手にやってる分は関係ないけど、そのバイナンスでもですね、最大手のバイナンスでも、その中国人に向けて営業するんであれば、そこはやめとけっていうような、指示が出ていたりします。はい。でも小さいところのね、小さいもう中国の取引所なんかで言うと、もう潰されていったりしてるみたいなんで、そういった現状があるっていうのがね、まず前提にあるんですよね。はい。で、実際、こういったですね、動きがあると、やっぱりですね、ビットコインの価格とかも下がってしまうというか、下がりやすい、状況になってます。で、これは、別にファンダメンタル的にとかっていうよりは、なんか僕個人としては、実際にこういったニュースがすごく流れた時に、大口が売ったりとか、例えば中国の方が売ったりすると思うんですよ。で、実際売ると、チャートに反映されますよね。価格が実際に下がるんで。で、その実際に価格が下がったチャートを見て、さらにテクニカル、チャートを見たトレーダー、チャートを見てトレードするトレーダーが、実際に、あ、これじゃもう売りじゃんっていう。もう売りのチャートの形してるよね。だからじゃあもうショートしようっていう風になって、下がってしまうと。っていうような、流れが今起きてると。実際現状起きてますし、こういった流れっていうのは、今までもあって、今もあってっていうような状況なんですよね。で、考えたら、今回のその中国の今の現状っていうのは、しっかりとちょっとチェックしとくべきかなって思ってまして、じゃあどういった、動きを取ればいいのかっていうことなんですけど、まずですね、中国のですね、小さな取引所。今別に僕ら日本に住んでて日本人でも、中国の取引所に口座開設して仮想通貨を置いとくことってできます。で、そこにですね、マイナーな通貨があったりとか、マイナーなコインをね、購入して保有されている方もいらっしゃると思うんですけど、ここまで国が動くとですね、いきなりその自分が持ってるアカウントがですね、凍結されたりとか、その取引所が潰れたりっていうのは全然あり得ると思うんですよね。で、これはもちろん自己責任なんですけど、実際、その自分のですね、通貨とかコインとかを移動できるんであれば、なるべくその別の取引所なり、それぞれのね、コインの特有のウォレットの方に移動させた方が僕はいいんじゃないかなと。で、実際僕は実際動かしました。はい。結構出してますね。で、今回ですね、結構そのバイナンスどうなのどうなのっていうのは結構ニュースで流れたりしてて、なんか実際ツイッターでもですね、これ真偽ちょっとわからないんですが、
ニュースの一つでですね、バイナンスの役員が捕まったとかね、こういろんな、情報がもう錯綜するんですよね、こういう時って。で、実際何が正解なのかって、やっぱ僕ら日本にいて、まあ日本語で、まあもちろん英語とか中国語ではニュース出てると思うんですが、そういったところから情報をゲットするってすごく難しいと思うので、まあ何よりも大事なのは資金を失わないということで、まあリスク管理、これを重視して動くのであれば、やはりですね、自分のそのコントロール下に置けるところ、まあ、実際どこがコントロール下に置けるのかっていうのは難しいところですけど、今回で言うと中国のとの取引所とかが淘汰されていく可能性があるので、そういったところに自分の持っている仮想通貨を置かないという選択を取るというのがリスク管理になるかなと思います。はい。まあね、結局こういった動きもですね、その何ヶ月も経ったら、落ち着いてくると思うんですけども、今現状はですね、結構そのどういった動きに今後発展していくのかっていうのがまだ分かりかねるところではありますので、実際にリスク管理の方で注意してみてください。はい。では今回はこれで終わります。ではまた。